鎌倉駅に着きました。とりあえず僕はもうバイトで来たんで、今から一旦現場の方に向かおうと思います。鎌倉のね、由比ヶ浜鎌倉へ来て、モンザマルの釜揚げしらす食べないと一生の損、それほど一生の損はしたくないですもんね。もう6時近いんで、これやってないというか入れない？そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。ちゃ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 。はい、そこ男2号です。これはですね、僕が派遣のアルバイトで鎌倉に行った日に、鎌倉ではないんですけど、近くの駅のネットカフェに泊まった時の動画ですね。でちょっとその動画を撮った時にミスがあったみたいで、音声が取れていなかったので、ちょっと後から今僕の声を足しております。ネットカフェに泊まって、で今これ作業着着てると思うんですけども、準備終わってもう向かうところですね。でこれですね、菊さんの家に前泊まったんですが、ちょっと今ここに動画も貼ってると思いますが、そのすぐ直後で、目がなんか赤くなってるんですね。で止まった直後よりもなんか悪化してるんで、ちょっと今これね、へこんでますね、この人ね。一人でブツブツね、ネットカフェの個室でこうやってカメラ見ながらね、喋ってるってちょっと気持ち悪いですね。でもこれね、後に眼科行ったらね、全然問題ないということで、なんか目こすったり、大きいくしゃみした時に、こういう風になった時には、まあ焦らなくて大丈夫だと思います。まあ眼科には行った方がいいと思いますけど。ということで、この後電車に乗って、なんか3駅4駅ぐらいだったかな。もうすぐに鎌倉に行けました。はい。鎌倉駅に着きました。今ね、その8時半ぐらいなんですけど、すでに人がいっぱいいますね。観光の方かな、ちょっとね映せないですけど、すごいですね、人気スポットなんですね。とりあえず僕はもうバイトで来たんで、今から一旦現場の方に向かおうと思います。ちょっとね、電車の中で連絡入りまして、今日の現場がですね、ちょっと欠員が出たみたいで、ちょっとね、時間がかかるかもしれないです。なんて、もしかしたらあんまり観光とか行く時間ないかもしれないって話だし、なんとか、ね、早めにして、少しでもいいんで、ちょっと街をうろうろしたいですね。バイト。鎌倉のね、由比ヶ浜ですね。有名ですよね、由比ヶ浜。なんかサザンの歌の歌詞とかも出てきた気がします。なんか街の雰囲気がいいっすね。なんかおしゃれですね。早めにバイト終わって、なんか街を歩いたりできればいいですけどね。ただいま12時過ぎです。ちょっとバイトのお昼休憩になったんで、駅前まで戻ってきました。なんかしらね、そんなに休憩中なんで、すごい時間あるわけじゃないんですけど、何かしら、
美味しいもん食べたいですね。鎌倉っぽいもんなんかないかですかね。なんかここの小町通りというところになんかないですかね、観光名所っぽいんでなんかあるかなと思うんですけど、ちょっと探してみます。お土産屋さんみたいな感じが多いか。ここはなんか甘いもんがいっぱい売ってる感じだな。いちごとかね、いいんですけどね。お昼ご飯、お昼ご飯を食べたいな。回転寿司か。これいいんじゃないですか。鎌倉へ来て、ボンザ丸の釜揚げしらす食べないと一生の損。なるほど、一生の損はしたくないですもんね。ああ、これ行っちゃうか。で一人、はい、はい、あ、ありがとうございます。やっぱ看板に書いてあったこれですかね。一生の損って書いてあるもんな。一生かけて後悔なんてびっくりしたくないですからね。ご飯も美味しそうですけどね、これお蕎麦とかね。綺麗ですね、菊の花の蕎麦。さあ来ました、しいですね。しらすの、一口そばかな。一口そば。これか。あ、お味噌汁かな。お味噌汁。そして、追加でつけてしまいました。エビ天です。これは素晴らしい。いただこうと思います。これは嬉しいわ。うまい。これはうまい。そばうま。安飲みです。うん、うまい。あ、うまいわ。出汁が効いてますね。
はい、今ご飯食べてきました。いやー美味しかったっすね。マジで来てよかった。本当に一生後悔しないで済みそうです。はい、なんかね、しらすもそばも天ぷらも全部美味しかったですね。ここからのバイトも頑張りそうです。では行ってきます。はい、今バイトが終わったんですが、いや案の定遅くなっちゃいましたね。もう今5時半ぐらいかな、夕方の。しかも5時半も冬ですかね。冬ですね。5時半でも真っ暗だわ。いや僕の今やってるバイトね、本当ここが弱点でね、場所によって何時で終わるかはちょっと分かんないんですよね。今日はまあ特に遅い方ですけど、いやちょっと観光はしたかったけど、どうだろう、行けんのかな。なんかとりあえず有名なね、大仏だなんだって行きたいけど、開いてんのかな。とりあえず一旦向かってみようと思います。あ、バス出てる。あれに乗ろう。大仏って書いてあるこのバス、大仏。これ乗ったらいけるでしょ、大仏。ね、大仏前って書いてあるもんね。行けますね。乗っちゃおう。今、バスで着いたんですけれども、これ午後5時までっぽいな。もう6時近いんで、これやってないというか入れない？駐車場が5時までってことなのかな？真っ暗なんですよね。これはどうなんだ？大仏、大仏ってどこにあるんだ？あ、矢印が一応出てる。とりあえず近くまで行ってみますか。駐車場が空いてないだけっていう可能性もあるかもしれないですもんね。今鎌倉駅まで戻ってきたんですが、お昼ご飯を食べた時に通った何だったっけな、なんとか通り、あ、小町通りか、小町通り、これなんですけど、この鳥居の入り口に鳥居がある通り、ここをまっすぐ行くと鶴岡八幡宮っていうところがあって、そこがですね夜9時まで空いてるみたいなんで、せっかくだからそこ行ってみようと思います。そこなら、なんとか行けるみたいなんで、9時まで空いてるんで行けるみたいなんで、せめてねそこぐらいは行って一個なんか観光して帰ろうと思います。じゃあ明日のバイトが僕埼玉の小川町っていう結構遠いんですよね、埼玉のなんか奥の方、東武東上線の奥の方なんですけど、だから東武東上線の始発が池袋なんで、今日は池袋とかまで戻りたいので、まあそんなに遅くならないようにちょっと向かおうと思います。まあ大丈夫だと思うんですけどね。なんか通りがここで終わってるんですけど、どこ？鶴岡八幡宮、これかな？これかな？どっから入るんだろう？どっから入るんでしょうか？
これっぽいけど、あれ9時まで空いてるってなんかネットで見たら書いてあったんだけど、あれ全然暗いな。あれあれあれ、あ、バスに書いてある、鎌倉、鎌倉八幡宮前、入り口どこ、あ、ここか、これだ、この大きい鳥かな、お、あ、書いてある、鶴岡八幡宮境内です。あ、ここだ、あ、ここだけど入っていいかな、あまりにも人が少ないけど、まあいいんですよね、別に柵とかないしね、まだ空いてるってことですよね。あー、ちょっと暗くて映ってるかな、どこだろう、夜のこういう神社もね、雰囲気あっていいと思うんですけど、来ました来ました、いや、とりあえずね、なんかでもいいか、これでよかったですよ。よいしょ。あ、すごい、綺麗。人全然いないですね、やっぱ夜は。めっちゃ綺麗。よし。よいしょ。失礼します。よいしょ。じゃあちょっとお賽銭。5円入れるんですかね、なんか今小銭がパッと23円あったんで全部入れちゃいましょうか、別にいくらじゃないとダメってないですよね。じゃあ入れます。YouTube が成功しますように、はい、よろしくお願いします。では失礼いたします。よいしょ、ありがとうございました。よいしょ、あ、これあるじゃん、先にこれやるべきなんだよね、多分間違えたな、一応やっていこうかな。で、洗えばいいですね、先にやるべきだったな、これ絶対ね。後ろ映ってるかな、後ろ今行ってきたとこね、で、映ってますね、はい、ということで無事参拝できました、まあ、とりあえずね、何にも行けないかなと思ってたんでこれでよかったです。うん、じゃあまた駅に戻りまして、でロッカーに入れてる荷物取って、都内の方に戻ってみましょう。今日は池袋の方かな、うん、なんかお土産買えたら買いたいですけどね、もう泣いてないかな、うん、まあ、とりあえずと駅の方向かおうと思います。今菊さんマーさんのお家の前にやってきました。はい、実はですね、結局鎌倉でお土産を買いましたので私に来ようということで、やってきました。では入ってみようと思います。お疲れ様です。すいません、ごめんなさい、すいません、お疲れ様になっちゃいます。すいません、すいません、すいません、遅くなっちゃって、バイトで鎌倉行ってきまして、はい、あ、鎌倉、はいはい、鎌倉って何県ですか。鎌倉は神奈川ですね。ああ、まあ、こういうお名、あ、いいですよ、さてでいいですよ、でちょっと一応お土産買ってきたんで、これ後で食べましょう。ああ、これお土産買ってきたんで、大したもんじゃないですけど、まあ後でね、はい、今日配信じゃないですか、配信ご飯食べようと食べましょう。でこれ、はい、冷蔵庫しまっといて、はい、わかりました、はい、
あ、そうなんですよ。これ聞いてないよ。いや、私も忘れたのよ。ごめんなさい。何言われるの、これパパ。いやいやいや、全然全然。忘れたわ、ごめんなさい。いや、全然全然。今日今さっきまでの5時近くまで妹さんいたから。あ、そうなんですね。幼稚園来たからね。あ、わかりました。ありがとうございます。あ、これね、そう、これ、僕がバイトで、鎌倉行ったんですよ。あバイト終わった後、ちょっと街回ったり、ブラブラしてブラブラしてたで、なんかお土産屋さんが、でも 夜遅かったんであんま開いてなかったんですけど、一軒だけ開いてて、半額になったんだから。これを、で、賞味期限が3日って言われたんで、もう今日食べないと終わったんだから。僕これ何だかよくわかんないです。鎌倉の、なんだ、生まんじゅうみたいな。へぇー。これ半額だったんで。鎌倉生チョコバナナ、いちご、梨。だもう今日食べないとこれ終わっちゃうんだ。はい、いただきます。早いな、お前。本当の目は。いただきます。じゃあ、ニモさん、いただきます。はい。じゃあ、私、チョコバナナ食べていいかな。まず何します？チョコバナナ、梨、いちご。チョコバナナ、じゃあ、梨にしようかな。おいしい。お猿さんチームはバナナ。おいしい、これ。鎌倉名物かどうかは、僕、よくわからないです。はい。いただきます。おいしい。お。うん、うまっ、餅になってる。うん、あ、あ、結構フルーティーだな。うん、美味しいですね。つり梨入ってる、うん、これ美味しいよ、ニコさん。うん、うまい、うん、すげえうまいよ、これ食べたことない、俺。お土産買い物上手ね。ありがとうございます。いやいや、うん、美味しい。悪口言えるやつ買ってきてください。これ最高。ちゃんとしますか、これ。うん。岩川さんの帽子かっこいいだって。そこそこ、そこそこ、そこそこ面白い。いや、とても面白い。そこそこ、そこチャンネル。終わりです。ありがとうございます。